2024年の9月の27日、今日は一件空売りしてたポジションが指定株価したっていうんですかね、急に上がって、それで大きい含み損が発生しちゃったので、途中まで勝ってたんですが、出入りの成績では負けになっちゃいましたね。まあその空売りポジションは1回先に大きいロット利確していて、その後だったので、まあロットも減らしてたのがまだマシなところで、春頃にちょっと大きめのロットの空売りで担がれたことあったんですが、今回はまあロットある程度抑えてるので、短期の投機マネーが流れていくまで、まあ待っていれば損はだいぶ減るかなっていうふうに思ってます。やっぱり小型の株はその一部のプレイヤーの動向次第で上にも下にも動かせちゃうので、ロットの管理と、まあ、損切りの対応が本当大事ですよね。あと今日は自民党の総裁選の投開票がある日で、まあ、高市氏、石破氏、小泉氏の3強がどうなるかっていう話だったんですが、1回目の開票結果が、まあ、株のトレード時間って3時までなんですけど、3時より手前なのに、2回目の開票結果はちょっと後だったんですよね。で、まあ、1回目で1位だった高市さんが勝つだろうっていうふうに市場は期待してたのに、結果として石破さんが勝ったので、ドル円の為替レートだったり、日経の先物の価格が大幅に動いてました。そもそも1回目の開票結果も日本の株式市場が終わる午後3時の後ろにやれば市場の混乱は抑えられたとは思うんですよね。あとは妻と近所の公園でキャッチボールしてきたり、総裁選の終わった後の報道を見たりだとか、それくらいの1日でしたね。以上です。